こんにちは、アポロ菅原です。前回新日本プロレスの話をしたんですけども、まあ選手のねことがほとんど言われてないじゃないかと指摘されましてね、まあ短い期間でしたけど、やはり小林さんに対してはねかなりお世話になったんですよ。自分はまあ知ってる人は知ってると思うんですけど、新小岩っていうところがありましてね、そこに小林さん住んでらっしゃって、自分も千葉からそこ行って車でね、まあ会場に向かう途中に長州さんいまして、そこに行ってから3人で会場入りしたことを何回もありました。楽しかったです、その時はね。それとかね、やっぱり新日本の選手は練習は熱心なんですよ。ええ、その中でもね、やっぱりライガー選手とね、武藤選手は素晴らしかったですね。やっぱり扱ってる重量も違うし、自分から見たらやり方が正確なんですよ。ああ、ライガー選手にはバスの中でね、本読んでたんですね。そしたらカヌーをしてる野田智介さんという方の本なんですよ。カヌーで川を下るかな、なんかそういう本ですよ。ちょうどその当時は自分も椎名誠さんの本にハマってましてね、もう何十冊も持ってました。お会いしたいなとかと思ってね、新宿にある桃源坊っていうお店があったんですけどもね、そこによくいらっしゃるってことを聞いててね、ちょっと行ってみたいなと思って何回か行ってます。まあお会いすることはできませんでしたけど、とにかくああいう生き方、まあ、大好きでね、野田さんのカナダ行った時に、いやここ10キロ平方いるのは俺だけじゃないかっていう言葉にもちょっとしびれましたね。いいじゃないですか、日本じゃ考えられませんよ。それで、ああ、やっぱりライガーさんも選手もね、ああそういうのがやっぱりこう好きなんだなと思ってますね。橋本真也さんはね、佐野さん、今日、まあ、行くとこなかったら付き合わないっていう感じで誘われたんですよね、大阪でね。ああ、いいの？ごっちゃんですって言ったら、ああ、行きましょうっていうことで、行ったんですけど、まあ橋本さんの知り合いが行ってましてね、これでまあフグを食べたんですけども、まあフグ刺しね、いや自分なんかもフグは高いの知ってますからそんなにスッと食べれないんですけど、まあザラッと食べるんですね。何皿もね、いやこれはすげえなと思って、で他の方から聞いてて、いや橋本はあれだよ、飲んで帰ってきて腹減ったっちゅって結構ラーメンとかがっちり食ってるんだよ、合宿所でとかって聞いててね、まあ、あれだけの体力あるんだからね、まあそれもあるだろうなと思ってましたよ。越中さんとはね、一回横綱とね亀戸で飲んだんですよ。ええ、それでもう横綱も少しこう馬力が入ってきましたのでね、なんかこのままだと寂しいねみたいな形で3人でね銀座に繰り出したんですよ。ええ、それでちょうどその時に、まあ、小品川さんは知ってる方のお店だったんですけども、俺びっくりしたのはね、その中にね自分の高校生の同級生がいたんですよ、働いてて。それも俺の座席が一番一つ前の、まあ名前は伏せますけどね、ええ、その方がいらっしゃってね、脳病死何やってんだって言われて、いや何やってるって、飲みに来たんだよって言って、まあ懐かしかったですね。ああいう形でやっぱり会うことってあるんですね。
そういうあたりがね、新日本でのね、楽しい思い出ですよ。そして、まあ新日本を退団してね、横綱に電話したんですよ。そうしましたら笑ってね、いやー菅さん、やっぱり会いませんでしたかなんて言われてね、いやいやちょっと待ってやって、こうなったのはお前にもちょっと責任があるんだけどなと思ったんだけど、まあそこは伏せておいてね、じゃあ菅さん、ちょっとテヌさんに聞いておきますよっていう感じだったですね。でまああの、まあ皆様から、まあ、菅だったらしょうがねえかっていう感じで、まあなんとか OK もらってね、で若松さんと新横浜の、まあ、あのホテルでお会いしましてね、いろいろ話をしましたよ。いや実は若松さん、アトランタにいる時なんか若松さんがこうゴングとかそういうところでこうヘリコプターを使って来たなんて言うと考えた時に、いやどっからその金出てんのっていうことでね、ちょっと詮索してたんですよ。言ったら、そうか君そういうことをやってたのかなんて言って、まあそこはもうね、まあメガネスーパーということで分かってからはね、でもやっぱりいい意味での取っかかりを作ってくれた方の若松さんですからね、大したもんだと思ってますよ。それで道場はね、非常に自分にとっては便利なところだったんですよ。新横浜はまあ少し生意気だったんですけど、あの東京から新幹線で帰ったりしてましたからね。ただ道場は良かったんですけどもね、やはり、まあ、自分はフリーだったんですけどね、3つに分かれてましたのでね、あまりこう横の関係っていうかそういうのはあまり感じられませんでしたね。それでね、あのメガネスーパーについてはね、やはり俺はファンのね方がね求めてたのは、天竜さんと横綱北尾の一騎打ちだったんじゃないかなと自分は考えてたんですよ。フリーは新倉さんと、まあ、自分ですよね。なんで自分がフリーになってたかっていうと、一応自分なりの理屈は持ってたんですね。天竜さんと横綱との一騎打ち、まあいきなりね一騎打ちでもいいんですよ。前にねアントニオ猪木さんとね、ストロング小林さんが、小林さんが国際プロレスを離れてね、でまあ一騎打ちやって、2回戦いましたけどね、ああいうのも自分は参考になるんじゃないかなとは考えてたんですよね。ですので横綱が、まあ、レボリューションに入るっていうことが分かった時に、っていう感じだったですね。これはあの入場シーンと一緒ですよ。というのはレボリューションにはもう天竜さん、歌舞伎さん、石川さんいるわけですよね。横綱をどこの序列にするのっていうことで、なかなかそこは難しかったと思いますね。それに仮に天竜さんとやることになったとしても、例えばタッグマッチ、それからまあ6人タッグ、そういうものであれば自分と新倉さんがいるわけですから6人タッグはできるわけなんですよね。そういうものを考えててね、やっぱりという感じはありましたね。皆さんもどうだろう、見たかったでしょ、天竜さんと横綱の一騎打ち。それは技術はね天竜さんに勝てませんよ。でもお客様はそこを見ないと思います。自分も見たかったですよ。だからまあメガネスーパーがね、まあああいう形になって終わったんですけども、結局横綱がこのプロレスの世界に入ってきてね、こう残していったものっていうのは何だったんだろうなって考えるときは、それはまあ後でねまたお話しさせていただきますけどもね、メガネスーパーはね待遇は良かったんですよ。素晴らしく良かったです。しかし
選手がね、それに少し甘えてたんじゃないかなと自分はね感じてたんですよ。うん、一言言ったらどこまでも調子に乗るなっていう感じで見てました。やっぱり足りることを知っていかないとね、やっぱり良くなかったんじゃないかなと思いますね。それにまあ、マスコミにはね徹底的に叩かれましたよね。自分はね、まあこいつはなんですけど、ほとんど新聞でも、まあ、週刊誌でも読まないんです。でもそれでもたまには目にしますよね。そういう時によくこんなこと書けるよなって、まあそういうことを叩けばね、それは売れるからいいんだろうけどね、これ誰が書いたの、どうやって作ったのっていう感じもありましたよね。それでもね、メガネの試合はそういう批評を受けてたかもしれませんけども、自分が見てたらそんだけそんなにひどい試合はそんなになかったと思ってますよ。それからまたね、WWE がね、と契約っていう形になるのかな、まあ参戦してきて、またね自分も問題を起こしてるのにね、まあ横綱の問題を話さなきゃいけないっていうのもね、なかなか因縁めいたものはあるんですけども、まあ次回はねその辺のところをね踏み込んでねお話ししたいと思います。アポロ菅浦チャンネル登録よろしくお願いいたします。